こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はでかくなるにはゴートレは必要かということについてお話してみたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報なども掲載されておりますので、ぜひご確認ください。まあ、ゴートレというと、まあトレーニング一緒にやる方が何人かいてトレーニングをするというところになるんですけど、まあ、仲いい方々だと何曜日ゴートレしようよとかですね、よくやってると思います。と言いつつ、私はまあ基本的に 99% ぐらいかな、一人でトレーニングするんですけど、まあゴートレをすることでどういうメリットがあるのか、またどういうデメリットがあるのかについてお話してみたいと思います。まずメリットについてですが、一つ目は安全にトレーニングを行えるっていうところがあると思います。特にまあバーベルスクワットなどだとバランス崩してね、倒れたりとか潰れてしまって助けてくれる人がいるっていうのはですね、まあ、安全トレーニングできるし、精神的にもですね、安心して追い込みができるというところになるかなと思います。二つ目は補助者がいることでさらに追い込めるというところですね。まあ、自分の力で上がらなくなってもですね、補助者がついていることであと2回とかあと3回とかいう追い込みができますし、横でまだいけるとか声かけられることでこう気持ちも高まるので、さらなる追い込みができるようになると思います。まあ、3つ目は単純に見られている緊張感があるというのは集中力が高まるきっかけにもなりますし、そうすることでパフォーマンスが上がるので見られている緊張感を生むことができます。4つ目は情報の共有ができるというところですね。パートナーがいやこうした方がもうちょっと効くよとか、最近こういうアプローチやってるんだというお話をしてくれることで、まあ、トレーニングの幅が広がりますよね。やっぱり自分でやってると入ってくる情報の量ってやっぱ限られてくるので、パートナーがいることで追い込み方のバリエーションが増えたりとかすることにもつながると思います。5つ目のメリットは仲間とトレーニングをすること自体が楽しくてトレーニングのモチベーションにつながるというところです。一人で黙々とやるよりも仲間とワイワイ楽しくトレーニングをするっていうことがやっぱり楽しいですよね。こう充実した時間を過ごせると思うので、これはまあ合同トレーニングをやることでしか感じられない楽しい時間のひとときだと思います。次にパートナーがいてトレーニングするというところのデメリットについてお話していきたいと思います。まず一つ目は自分のやりたい種目をできない時があるというところです。パートナーと体の個性が一緒であれば同じ種目同じ順番でトレーニングできるとは思うのですが、やはりこう筋肉のつき方とか骨格人それぞれ違うので、ということは弱点であったり、まあ、優先したいトレーニングも違う時があります。なので自分を最優先にトレーニングのメニューとかアプローチを組んでいきたい時でも、パートナーがいることでやはり日によってはパートナーに合わせる組み方をするっていうところも出てくると思うので、自分を優先したトレーニングの種目のチョイスであったりアプローチができないというのは、まあ、一つのデメリットになるかなと思います。二つ目は予定を合わせられない時があるというところです。やはりまあ皆さんそれぞれ仕事をしてたり家庭があったりするので、ゴートレをするっていうのは、まあ、みんなの予定が合わないとトレーニングできないので、今日は予定が合わないからトレーニング休もうかなとか、予定していたアプローチがパートナーがいないから予定通りできなくなっちゃったなという、こういう、まあ、予定が狂うというところが起きてしまうので、モチベーション下がったりとか、予定通りトレーニングできないので効果が下がったりとか、今日は予定通りできないんだったらトレーニング休もうかなと、休んじゃうきっかけになるかなとも思うので、まあ、予定を合わせることが必ずしもできるわけではないということが、トレーニングパートナーがいることの一つのデメリットになるかなと思います。3つ目は補助がつくことに慣れすぎるというところです。まあ、補助が必ずついてくれているというね、まあ、メリットである安全面があるとすれば、補助がついてくれていないと逆に大丈夫かなと不安になってしまって、例えばスクワット常に後ろに補助の人がいてくれる、いざとなったら助けてくれるという安心感に慣れたままトレーニングをしていると、補助者がいないと不安になってトレーニング集中できないということが起きてしまいます。なのでメリットでもあるんですが、補助がいることでのそこに依存してしまうことでのデメリットはあるかなと思ってます。もう一つ、トレーニング単体としてのアプローチで自分で限界まで出し切る、その後に補助者に追い込んでもらう
というところが、まあ、重要にはなるんですけど、どうしても補助者にあと3回とかあと5回とかやってもらうっていうところに慣れすぎてしまうとですね、自分で限界まで追い込むっていうこの基本的なところが、まあ、無意識に手を抜いてしまうっていうところがあるんですよね。あと3回あと5回この後待ってるっていうところがね、こう頭によぎってしまうと、あと本当は 1、2回できるけどちょっとセーブしちゃおうかなって、まあ特私なんかはね、ちょっとメンタルそんな粘り強いわけではないので、やはりこう補助者がいることで、まあ、追い込んでもらえるからっていうところで、自分でやりきらないといけないところも少し手を抜いてしまう可能性もあるのかなと思っております。なので精神的な依存ですね、安全面とトレーニングをしっかり出し切るというところのパートナーにやってもらうというところがあることで、まあ、依存が生まれてしまうと逆にデメリットになるかなと思っております。まあ、僕がメインでこう一人でトレーニングするところの理由は、そんなにこう気持ち的に強くないので、やっぱり自分一人でやってる方が依存しなくていいかなというところが、まあ、メリットかなと思います。メリットデメリット上げていきましたが、やっぱゴートレをやってやっぱり良かったなと感じることも実際はあります。普段15回ぐらいで限界が来てた種目があるとすれば、パートナーがいることで、僕の場合はですけど、ちょっといいところを見せたいという欲求もあるので、普段15回なのにこうパートナーが見ていることでより気合が入ってですね、だから20回ぐらいできた時があるんですね、ある種目で。まあ、翌日もすごいこう狙った部位の筋肉痛や疲労感がすごい強烈に来て、いっぱいこう刺激が入ったんだなと感じたことがありました。一度その20回を経験すると、やっぱりこう自分の中で15回が当たり前だった重さが、いや20回できるんだなっていう基準がちょっと組み替わるので、ゴートレで緊張感がある中で出した記録を自分の中の基準に置くことで、次からのトレーニングがよりこう高いレベルで基準を高くしてトレーニングできるというところにたどり着いた経験があります。まあ、自分の中で無意識に決めてた限界値がゴートレによってこう高められた経験もあるので、基本的には一人でトレーニングを行いますけど、要所要所ではそういうこうマンネリしないように、精神的なこう緊張感とか限界を超えるきっかけとしては、まあゴートレは使えるのかなと個人的には感じております。まあ、メリットデメリットをしっかりまあ考えて、自分はまあどのパターンが合うのかなっていうところをまあ考えながら、必要であれば時にはゴートレも入れる、まあ、一人でトレーニング行うのはいいとは思うんですけど、メリットもあるので、ずっと一人で行うっていうのはちょっともったいないかなとも思うので、たまにはゴートレしてない人もトレーニングパートナーを置いて違う緊張感の中でトレーニングをやってみるっていうのもおすすめかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。